はい、どうも梅です。じゃあ前回の続きをやっていきますか。スタート。前回はそう導入だったので、今回はじゃあちょっと探索に行ってみましょうか。まだね、外がどうなっているのかっていうのが分かってないので行ってみましょう。おー、すごいね。やっぱ荒れてるね。荒れてますね。これは鎌かな？あー、すごいね。あ、こうやって狩るんだ。あ、すごいね。じゃあちょっとここら辺の飼ってみようかね。広くないかこれ。広いね、だいぶ広い。おじいちゃん相当いい土地くれたんじゃない？すごいでかいよ。なんか回転切りとかっていうのはなさそう。あ、でもね、なんか気持ちいいね。このなんかなんだろうね、草を刈ってるって感じがしていいね。この木もダメか。あ、いけそう。あ、いけたいけた。おー、すごい。おー。すごい。なんか大胆に倒れたね。あ、こうなんか、これでも草は枯れるんだね。ああ、すごいすごい。おー。これはすごいね。これ倒した時に、パキパキパキって言って、実際に木が倒れる時の音がね、するんだよね。あ、すごいね。これもね、倒した後の木も、ちゃんと、狩る。ちゃんと取ってね。これすごいね。このね、このなんか雑草みたいのがね、飼っててなんか気持ちいいね。よし。お、なんだこれ。壊れてるのかな。壊れてるっぽいね。なんか特に触れたりはしなさそう。触れたりはできなさそう。これは洞窟だね。でも何にもない。こっちなんだろうね。あ、あれ道路か。あれ道路ね。通ってきた道なのかな？こっちなんだろう。あ、なんか家がある。あ、なんか、なんか出てきたよ。話しかけようか。こんにちは。こんにちは。新しく越してきた梅というものなのですが、すいません、何にも反応がない。こんにちは、私はデミトリウス、地元の科学者であり一人の父親でもある。会いに来てくれてありがとう。
なかなかイケメンですね。でも私には勝てないよ。デミトリウスさんって言うんだね。私は自宅の研究室で地域の植物や動物について研究しているんだ。私の娘のマルにはもう会ったかな。君に会いたがっていたよ。マル、マルちゃんは見てないよ。マルちゃんどこだ。え、デミトリウスさんどこ行っちゃう。あ、なんか研究してるのかな。まあ行こうか。まさか、なんか立ちションしてない。立ちションしてるよねあれね、絶対。意外と見えちゃってるよ。お、これなんだ、なんか一本道。こっちはでもなさそうだね。ないね。デミトリウスさんまだやってるな。これは、これなんだろうね。なんか特に押せたりはしない、できないね。お、また村人発見。なんだこの人は。おっちゃん、何してるのかな。新入りかい。こんにちは、ライナス。新入りなんだけど、おっちゃんはどういう服を着てるのかな。お、意外とこうきっちりしてるね。でも若干なんか狭そう。でも私はこういう感じの狭さの空間は好きですね。意外となんかこう、なんだろう、すぐ物が取れるっていうくらいの大きさがちょうどいい気がするんですよね。で、こっちは、こっちは何にもない。本当に広いね。広い。こっちなんだ。看板を見たいんだけど、なんかもうあれかな、斧を振り回したいのかな。こっちは、なさそうだね。あ、でもまだ続いてそう。あ、なんか民家発見。でもなんか壊れてるよ。大丈夫、なんか廃墟とかじゃないよね。入れない。入れないね。ダメか。でももう遅いから帰ろっか。帰りましょう。お、なんかあるよ。人の家。あ、牛。牛がいるよ。でもなんか寝てる。入れない。まあ10時だもんね。夜10時だともう鍵閉めて寝てるよね。じゃあ主人公も帰ろう。よし、帰ってきた。あれ、入った。ただいま。あれ、電気ないの。なんか暗い。暗いんだけど、まあいっか。はい、というわけで1日目終わりましたね。11時10分になっちゃった。まあちょっとした探索プラスちょっと雑草狩りっていう感じかな。まあそんなところで終わっておきましょう。では今日はこの辺で。またねー。